1時間以上やってる。あ、結構やりましたね。ライブ。ノーカットで全部話した。おじさんの会話も全部話した。いやー、おもろかったな、なかなか。なんか、この適度な運動が逆にその疲労回復というか、ああいいかクールダウン。はい。そうやな、確かにそういうのはありますよね。そう、積極的休養。そやな、もんないな、いっぱいないな。え、リタイバイト、うん、会社に、いや、私は行かないです。あ、そうだ、これから使ってる。大阪行って、いや、なんか嬉しいっすよ。使ってもらえて買いに行ったこれで進化するよ。なおのこと嬉しいです。新幹線一人前やってましたね。あ、前まで全然横誰も来ないと思って、もう2人席も3人席も、あ、指定席、はい、あ、横空いてるのに結構選んで、でも結局隣に来る。あ、俺、小玉で行ったけどな、往復。結構少ない。まあ、し、なんかそれが楽しみで。そう、シンプル。料金安いし。1万800円。あ、ドリンク無料1杯。4時間かかるな。まあでも、パソコン、ずっと編集してたから、気づいたら、仕事。なんかやることある人やったら、小玉でも。そうっすね。むしろ、めっちゃ仕事はかどった。ああ、そうなんですね。パソコンに乗るんですよ。ああ、なるほどね。そうやったら望みの方がいいな。どうでした僕のサッカーの時は。なんか、その、大阪的には、運動不足の認識。そうやな。俺、サッカーなんか、全然、やれてません。基礎が。やれてる。やれてます。やっぱ基礎は、永遠に冷めてないっす。そうやな、冷めへんな、うん、基礎は、うん、そうやな、全然冷めてないっす。何大事かな、俺で証明されてる。いや、そうっすね、ほんまに。じゃあ基礎どんだけやってへんし、ちっちゃいうちにどんだけやっぱ体に重くますよね。うん、大事っす。うん、あんなにリフティングできるとは思わなかったな。あ、そうっすね、一応安定しなかったけど、リフティングのやつもあれだから、現役の選手とやるのも同じような。